この後はニュースを深読みする「真剣勝負」政府は目標達成を断念先送りすることにしました女性管理職の割合です三宅民生の真剣勝負 自動的地位に占める女性の割合を2020年までに30%程度にするという目標について政府は今年中の達成は現実的に不可能とし2030年までの可能な限り早期にと変更して先送りするとしました目標が達成できなかったのはなぜか何が必要なのか政治学者で上智大学法学部教授の三浦真理さんに伺います 三浦真理さんおはようございます。おはようございます。ますあの三十パーセントに届かなかったということですけれども、どのあたりまで来てました？あの約十五パーセントなんですね。<ー>はい。あのこの目標は二〇三〇って言われていて、いまあ二千二十年までに、えー、指導的地位に占める女性の割合を三十パーセントにするという目標を二千三年にあの決めていました。えー えー、ところが、まあ今年がその達成年度のはずなんですが、えええー、15%程度ですああ、そうです、えー。なんかね、結構頑張っているところもあったような気がしてたんですが、そうじゃなかったんですか、ね、あそうですね、あのーまああのー、それぞれの組織で差はあるわけですので、まあ、平均で15%ということですけど、ええあのー、頑張ってる組織もあるんですが、まあ、25%ぐらいまで結構いったりするんですけれども、その後、うん 28ぐらいでこう足踏みするところも多いんですね、でやっぱり3割超えるっていうのは、あのとても大切なことで、ええあの、3割超えていかないと組織、組織文化ってなかなか変わらないということは言われているんですね、ええ、法律とかもできてませんでしたはいそうなんですあの女性活躍推進法というのが、2016年からできていまして、えええー、女性の活躍状況をあの大企業はあの情報公開するようになってるんですね。はい でそうなんですけれども、うん、2016年から管理職の女性比率って、ほとんど変化ないんですね、まあ、ちょっと今、頭打ち状況にあるのかなと思いますあそうですか、うんえっと今年までの,その達成というのが不可能になって、今後、政府はどうしていくんですかはい今年はあの第5次男女共同参画社会基本計画を策定する年なんですね。はい、これれ年ごとにあの改定をしてるんですけれども であの素案がまあ公表されまして、えー、そこで、あのー、指導的地位に占める女性割合を、まあ、どのように、えー、またいつまでに30%に引き上げるかの計画が作られます。うん、今のところ政府は、まあ 2030をまああの達成できないということで可能な限り早い時期に達成するとしているんですがまあ可能な限りですと数値目標が曖昧ですのでまあ時期の目標が曖昧ですのでやはりこれをあのもっと明確な形でえーロードマップを作る必要あると思うんですね。例えばまあ次の5年え年までには2割には割していく その次の5年で三割にしていくとか、うんえー、そういったようなあの期限を区切って数値目標を立てるで、そのために何をすればいいかというあの詳細な計画ですね、それをあの第5次あの、この男女共同参画計画、えー、男女共同参画社会基本計画に盛り込めるかどうかという点に、あの注目したいいと思います、はい、法律もあったけど、なかなかでも達成できなかったんですね。 そうですね。うん、あの、実はこの女性活躍。 推進法は昨年あの、改正されてるんですね、えー、でそれまではあの対象が大企業だけだったんですけれども、えー、あの中小企業にも広がりました、<ん>であの絶対開示しないといけないという項目も1つから2つに増えてるんですね。はい、なので、あのまあ、この改正の効果っていうのは、これから検証しないといけないんですが、<ん>ただ、この3年間、少し足踏み状況だなということを見ると、ですねもっと踏み込んだあの法律も必要かなと思って、 っていますで特にあの男女賃金格差ってとても重要な指標で、さまざまな男女の格差っていうのは、最終的にはこの賃金格差というところに集約されると思うんですね。うんうん ところが、これが、まあ、あの、開示対象になっていないんです。<ー>ですから、まあ、そういった、あの、開示対象を含めてですね。えー、あの、見直していくことも必要ではないかなと思います。うん、女性活躍社会のために、必要なものは、何か、後半、さらに踏み込んで伺っていきます。よろしくお願いします。七時半を回りました。三宅民夫の真剣勝負。 17年前から目指してきた社会の指導的地位を占める女性の割合30%という目標が今年中には達成できないことが分かり先送りされることになりました目標達成のため女性が活躍できる社会にするために何が求められているのか政治学者で上智大学法学部教授三浦真理さんに伺っています。 だと思いますかなんかこう社会がそういう方向にこう向いていく仕組みとかもいるんじゃないかと思うんですがどうでしょうかね そうですねあの最近ではジェンダー投資ということがあのよく言われています、ジェンダー平等な企業ほど、まあ、女性が活躍しやすい企業ほど、うんまあ、成長の可能性があるということで、うん、また SDGs ってよく言われますけれども、そういったあの、まあ、人権に配慮している企業に、うんえー、投資をする方がいいのだという考え方が、まあ、投資家の間で広まっているんですね。うん でまあ、こうハラスメントが放置されるような企業は、まあ、かえって経営リスクになるというふうに今、投資家が捉えて、ですね、はい、あの投資家がお金をあのどこに投資するか、企業をこう選別するときに、女性活躍ということ、それからまあジェンダー平等ということをより意識するように、はいえー、なってきています。 でこの傾向が強まっていくと、ですね、うん、やはりあの企業としても、あのこ経営の観点から、まあ、この投資を呼び込むという観点から、えええー、女性活躍をさらに推進するのではないかということが考えられますなるほど、あのその場合に三浦さん、こう指標がですね指導的地位にある女性の割合、管理職比率を考えるだけでいいんでしょうか。 いやそれだけではないですよね。うん、あのあらゆる現場でですね、まあ、どこに女性がいてえどこにはいないのかということはやっぱり想定検する必要があると思います。はい、でまああの最近ではあのエッセンシャルワーカーという言葉も使われると思うんですけれども、うん、まあ今あのコロナが広がって。えー その社会が回っていくためにはこのエッセンシャルワーカーの方がいないとこう社会が回らないということを私たちもすごく実感をしているわけですね。医療の方であったりあの介護ですとか保育、えー、それからまあ物流とかスーパーとか、まあ、そういったこう社会を回すためにもうエッセンシャルもまさしく不可欠なあの仕事ということになるわけですが。はい あのーまあ、こんなにもこう私たちが依存して必要な仕事であるにもかかわらず、まあ、エッセンシャルワーカーの待遇が、そうして低いという問題があるんですね、うんうん、でエッセンシャルワーカーはまあ男性も女性もいらっしゃいますけれども、女性の場合には、女性というだけでまあ賃金がた叩かれていないか、はい、で特にこう女性が多い職,職種、保育士さんなんかそうだと思うんですが、うん、やはり賃金が低い傾向にあるわけですね。うんうん こういったところを総ざらいしていって、はい、改善していくっていうことが必要になってくると思います。まあそういう女性の置かれた状況を象徴する一つがその管理職の比率ということですね。そうです、はい、そういうことです。あの企業活動だけでなくてですね、例えばこんなところに女性がいたら違うんじゃないかなっていうようなそういうことって感じることありますか。はい、そうですね、やっぱり意思決定ということですと政治ですよね。うん あの10万円の定額特別給付金も、まあ、1人一律10万円ということであの支給されたわけですけれども実際、まあ、にはあの世帯主が受給権があるという形で、まあ、定められてしまったために DV、まあ、や虐待の被害者ですとか あの競技離婚中の方、あるいはそういった状況にはないけれども、えー、まあ家族関係が不平等で、まあ、世帯主が、うん、他の構成員にお金を渡さないケースなどもあの出ていると言われています、うんでまあ、もし、主決定にもっと女性がいたならば、うん、こういったような設計にはならなかったんではないかなというにあとですね、はい、防災委員会って、も女性少ないんですね。防災ですか そうです。防災、とても重要な分野なんですけれども、はい、あのやはりあの防災に関する警察とか消防とか医療とか、あのそういったあの重要な関連機関の方が、まあ、まずは入りますから、えー、そこのカップがほとんど男性なんですね。 さらには地域の,あの町内会の方も入ったりしますけれども、<ー>町内会もあの会長が男性ということ、多いと思います。<ー>で、防災って、地域でやっていくものですから、トうす、まあ、こう女性は炊き出しをやるけれども、男性の方が意思決定を占めるといったことも、まだまだ多いんではないかなというふうに思います。 ですから、そのうん、私たちの身近なところですね、えー、特に避難所っていうのは、やっぱり女性の視点が不可欠ですよね、えー、その男女でこうニーズが異なってきますから、えー、ですから、この身近なあの防災、地域からの防災っていう場面で、ですね、えー、やっぱりもっとあの男女の役割を見直していくということが、とても必要だと思いますあそうか、女性の,その視点が入ることで、今まで気付かなかった大事なことに気付いていける可能性があるということ。 ですね、そうでですすねねあとあの残りりが2分ほどあります、えーはい、締めくくりの質問、ま、あのせっかくですから正直に伺おうと思うんですけど、えー、女性が活躍するとこの男性の地位が脅かされるのではないかという,こう不安を、あのー、感じるということもあると思うんですけれどここのところは三浦さんどう思われますかはい あの、まあ、指導的地位に女性が増えてくると、その分、その指導的地位の男性は減ることにはなりますね。うん、で、でも、これは男性対女性と対立的に捉える。 こととはは間違っってていいるでななか思ますつまり、すべての女性が主張的立場になりたいわけでないように、すべ、うん、ての男性がなりたいわけでもないと思うんですね。うん、でも今までの私たちの,この性別役割規範の中で、えーま、男性の居場所が組織中心となってしまっていて、えーえーま、男性の解消というものは稼ぐことだと、うん、そういう、あのー、規範が強すぎる。 まあ、こういったこうジェンダーバイアスにから解放されたい男性もいると思うんですね。うん、ええー、男性のためにもなるよっていうことなんですか。うん、そうですね、あの。 男性も女性もそれぞれいろんな方がいらっしゃるので、えー、あの男性はこうあるべき男性はその主導的立場につくべきとか女性はこう補佐的な立場につくべきといった、ま、規範がまだまだあると思うんですが、うん、そういった規範に違和感を感じるのは男性も女性も両方いらっしゃると思うんですね。うん、でそういったまあ今ある固定的な規範、あの あの規範にこうあ抑圧を感じることから解放されていくということが、あのジェンダー平等ということだと思います、うん、その一人一人がまあ自由に生きられる、今までの,そのジェンダーの,あの規範からこう抑圧を感じなくて、ですね、うんえー、自由に生きられるようになるものだというふうにどうしても男対女と取られちゃうけど、そういうことでもないんですね<笑><笑>そうですね、だから、まあ、女性管理職っていうのは、男性のような女性を増やすことではないと思うんですね。うん、つまりこう 女性があの組織の中で3割を超えていくと、はい、組織文化が変わって、えー、男性社会ではなくなっていくということ。はあ、でそうなると、ね、男性自身ももっと自由になるということではないかと思います。はい、三浦真理さんありがとうございました。さのワルダイは海外メディアの報道チェックです。まず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースです。まずフランスドゥです。 ヨーロッパでは夏の観光シーズンを迎える中でフランスやスペインなどで新型コロナウイルスの感染者が再び増加していますヨーロッパ各国では大きく落ち込んだ観光業が回復に向かうとの期待が高まっていただけに感染の再拡大への警戒が強まっています まあ例えばドイツではあの今月24日新たに感染者の数が800人を超えたりですねフランスも先週新たな感染者の数が2日連続で1000人を超えたりしていますそして東南アジアで感染状況が最も深刻なインドネシアなんですが感染者が10万人を超えました一方でインドネシア政府は失業者が300万人増えるとの予測も出る中で経済活動の再開を優先させたい考えで 感染の拡大に歯止めがかからなくなることに懸念が広がっていますオーストラリア ABC が伝えていますそして新型コロナウイルスの感染が世界各国で再び拡大していることを反映して金融市場で安全な資産とされる金が買われています新型コロナウイルスの影響で世界経済の回復にブレーキがかかってしまうという懸念が根強く金の取引に資金が流れ込む形となっていて 世界各地で最高値を更新しているということで、フランスデューが伝えています。そして中国中央テレビです。中国が主導する AIIB、アジアインフラ投資銀行の年次総会が、インターネットによる会議形式で、昨日から2日間の日程で行われています。で開会式で演説した習近平国家主席は、 新型コロナウイルス対策での国際協力の重要性を強調するとともに AIIB を通じて地域経済への貢献を強めていく考えを示しました最後は中東カタールのアルジャジーラですアメリカと激しく対立するイランの革命防衛隊がホルムズ海峡周辺で軍事演習を行っています 演習ではアメリカの空母に見立てた大型の船が攻撃目標とされミサイルの発射訓練などが行われているとアルダジーラは伝えていますでは今朝の気になるニュースです先ほどもお伝えしましたヨーロッパ今バカンスシーズンなんですが 新型コロナウイルスで大打撃を受けた観光業界としては何とか観光客を戻したいと躍起になっていますが一部の国で再び感染が広がっていてなかなか期待通りにはいかないようですその象徴的な動きがイギリス政府ですあの先週末スペインからの入国者に帰国後2週間の隔離を義務付けると急遽発表しました 実は今月10日にスペインについてはその措置を免除したばかりなんですがそれをひっくり返した形ですでスペインはイギリス人にとって最も人気のある観光地で去年1年間で1800万人のイギリス人がスペインを訪れたということなんですねで今年もすでに多くのイギリス人旅行客がスペインに入っていまして BBC ではあの2週間隔離されれば仕事に影響が出るし子どもの学校の新学期にも間に合わないと 戸惑う観光客の声を紹介していますのイギリスとスペインを結ぶ航空便は8月末までに1万便近く予定されていたということなんですが当面のツアーをすべてキャンセルした旅行会社もあるようです一方で受け入れ側のスペインにも戸惑いが広がっていますスペインの放送局 TVA によりますと確かにバルセロナのあるカタルーニャ州など一部の地域では感染者が増えています しかし、イギリス人が多く訪れる沿岸部や島島,島しょ部バレアレス諸島やカナリア諸島などの感染率はイギリスより低いというんです、ね。ですからスペイン政府はあのイギリスの隔離措置の対象からスペインの島しょ部を外すようイギリス政府と交渉する意向だということです。ただあのスペイン いて感染が拡大しているのはヨーロッパの他の国も同じではないかとイギリスの対応に怒りを表明していますであの確かに多くの国では今感染が再度拡大していまして、えー、フランス政府はですねスペインのカタルーニャへの旅行をやめるよう勧告しているほか感染が増えている EU 域外の16の国から入国する人は空港や港に到着時にウイルス検査を義務付けるほか アメリカなど一部の国からの旅行者については飛行機に搭乗する前72時間以内の検査で陰性であることを求めるとしていますでドイツも同様の措置を取ることを検討しているということですさあそしてもう1つ、えー、新型コロナで大きくイメージを損ねた旅といえばクルーズ船 ですよねでドイツのクルーズ船が先週末コロナ後初めてのテスト公開を行ったということで欧米のメディアが伝えています先週金曜日の夜にドイツのハンブルクを出港してノルウェー方面に向かいました週末海の上で過ごした後どこにも上陸することなく月曜にはドイツに戻ってきたということです2900人収容できるクルーズ船なんですが乗客は1200人 で乗客は健康状態を聞く質問票に答えたり体温をチェックしたりまた客同士1.5メートル以上の距離を取ってと、まあ、行動は制限されますで今回のテスト公開を受けてクルーズ船の運営業者では来週8月5日からあのクルーズ船の商業運行を再開する予定だということですまたアジアでも台湾のクルーズ船がアジアで初めて再開されることになったと。 シンガポールのチャンネルニュースアジアが伝えています台湾のクルーズ船エクスプローラードリーム号なんですが乗客を通常の半分程度の1800人に制限して、まあ、宝庫諸島や金門島など台湾の離島をめぐる旅に出る予定だということですで海外旅行に出られない中でそれに近い感覚を味わえる旅だということでチケットは発売から2日で完売したということですあの台湾当局は 入国各国の入国制限が完全に解除されるまで台湾の域内の旅行を促進して観光産業の復活につなげたい考えだとチャンネルニュースアジアは伝えています、まあ、このようにですねあの打撃を受けた経済を立て直そうと観光への期待は高いようなんですけれども一方でバカンスで旅行客が増えたのに合わせて感染の再拡大が起きているということで 旅行しても本当に大丈夫なのかという不安がですね、高まっているというのが現状のようです。以上、ワルダイでした。